はい、えー、皆さんこんにちは m r プランクスです、はいえっと。今回はですね、まあ、2013年も残すとかあと2日になりました。はい、今日と明日大みそかでもうその次はもう2014年ですね、はい。というわけで今回はですね、まあ、来年も使うであろうそのガジェットっていうか,なんかそういう電気機器とかの方をまあ紹介していきたいと思います。はいまあ、2012年ずっと使ってたっていうか、まあ、これからも使っていきたいっていう。 まあ、はい、機械類ですね。はい、まあ、中には使わないも器具とかも出てきたんですけど、まあ、それの紹介も、まあ、ちょこっとしたいと思います。はい。じゃあ、まず、パソコンからですね。まあ、もちろん、僕も、もう、別にそんなお金ないし、お小遣い月に2、3000円ぐらいなんで、はい。まあ、も当分、パソコンを買い換える予定はありません。はい。この、TINK、シン n k パッドと、 もうな,な,んなんで TinkPad って言っちゃうんだろう ?SyncPad の X60S。まあ、こちらはですね、まあ、SSD 乾燥とメモリの増設とかをしね、まあ、やって、XP のサポート切れる寸前で Windows7 か8にまあ乗り換えたいと思います。はいまあ、これは結構、まあ、バッテリーも 2時間ぐらい持つしあでも2時間ってまあ少ないのかあでもやっぱ少ないですけど、まあ、それでもなんか、はい、軽いしなんせ軽いからこれ下に持ち運んでそのネットやったりゲームやったりするということもできるんですね、まあ、ゲームは無理かもしれないけど、まあ、スペックはいまいちなんですけれども、まあ、でも持ち運びとかの時はまあ結構いいですね薄いし軽いし、はい、で、まあ、これはサブ。 パソコンとしてて使っていきます、はい、そしてこの下にあるパソコンが、まあ、今メインで使っているパソコンです FMVC6230 の Core2DUO で 1.6GB のデュアルコアですねはいそしてメモリも 2GB に増設済みということで、まあ、結構サクサク動きます Windows 7でも、まあ、ホームプレミアムを使ってます 32bit 版だからかな、はい、結構サクサク動いてくれますね というわけで、まあ、こ,こちらもね、まあ、ずっと使っていきたいと思います。まあ、当分、パソコンを買い替える予定はないですね。はい、多分、社会人が、まあ、18、19ぐらいの時には、高校卒業した頃には多分、買い替えてるかなと思いますけど、でも、多分、こっちは Windows 7のサポートき、っていうか基本的に OS のサポートが切れるまでずっと使っていきたいと思います。はい じゃあ次、まあゲーム類ですね。ゲーム類。まあ来年、もう何も、もう今ほとんど使ってないんですけど、まあゲーム機はこちらの 3DS ですね。3DS と。で PSP。なんかビータの2000型が出たそうなんですけれども、まあと、もちろん買い替えるつもりはありません。はい。まあ去年買ったばっかりなんでね。はい。去年去年だ。去年の6月ぐらいに買った PSP と、おととし、 いや、去年の3月だ。去年の3月に買った 3DS です。はい。なんかずいぶん買ってますね。こうしてみると。なんで俺こんな買ってんだ。逆に最近あんま高いもん買うことなくなったかな。タブレットもあれクリスマスプレゼントですし、これはただなんかテストでいい点数取っただけで買ってもらった PSP ですね。はい。まあ、もちろん当分買い換える予定もありますはい。で、えー、っと、iPod Mini。 だな次は次、は音楽のやつですね。えっと、オーディオデバイス。うん、ないや、ないから、まあ、まあ、オーディオデバイスの方はですね、まあ、こちらの iPod ドシャッフルでございます。はい。えっと、1ギガの iPod ドシャッフルの第2世代ですね。2007年ぐらいに出たやつで、まあ、クリップがついてます。はい。 まあこちらも、まあ、友達と交換したものなんですけれどもね2000じゃない2年前にはい手に入れました、まあ、こちらも当分買い替える予定はありません、はい、で今ちょうど iPodmini は下に置いてきちゃったんでまあそれはまた今度紹介したいと思いますはい、まあ、1階今1階にある iPodmini なんですけれどもあれもまあ当分買い替える予定はありませんはい まあ曲が足りなくなってきたらまた3 2ギガのディスク買ってきてまたはいち,ょちょこっと改造しますねはい,はいそれとまあ今後の方針についてなんですけれどもまあ動画はまあちょくちょく不定期で出していきたいと思いますパソコン関係だとかま,あまた電車取りに行ったり遠くに行ったりとかまあそういうこともちょくちょくしていきたいと思いますはいで そこにある、その、デスクトップパソコンの方なんですけれども、まあ、こちらにはですね、まあ、メモリ2がいで、ということで、まあ、そこそこ性能はいいんですけれどもね、まあ、でも、ちょっと、でかすぎるっていうか、置き場所に困るっていうかなんか、あんまテーブルで使う予定もないので、まあ、今、このように放置しておりますけど、まあ、でも、まだ売るというわけでもありません。はい。まあ、多分 これは来年、Linux 系統の OS でも入れて使っていきたいと思います。はい、というわけで、今回は、えー、っと2014年の今後の方針と,、まあ 2014, 年えー、っと2014年にも使っていく、まあ、電子機器の紹介でした、はい。それでは皆さん、さよなら。